DNA っていうのは僕らの体を作る設計図のようなもので核にしまわれています。二重らせんですね。2本の鎖が結びついた二重らせんです。これ DNA。ヌクレオチドっていうね、あの糖とリン酸と塩基のセットが何個も何個もつながったものですね。DNA です。で、DNA から僕らの体のね、あの主成分はタンパク質でありまして、タンパク質って言ってもね、あの本当はたくさん種類があるんだよ。例えば、酸素を運ぶね、全身に酸素を送り届けるね、酸素を運ぶ役割のタンパク質、ヘモグロビンとか、あとはね、あの甘いものをたくさん食べた時に出るね、ホルモン、インスリンとか、ホルモンとして働くタンパク質、インスリンとか、あとはね、あの目の水晶体、クリスタリンとか、水晶体に含まれるタンパク質、クリスタリンとか、あとは例えば、バイ菌をやっつけてくれる抗体と呼ばれている免疫グロブリンとか、例えばアクチンとかミオシンっていうのはこれは筋肉を作るタンパク質だね。ね、さまざまなタンパク質、そして何よりね、大切な酵素、ね、酵素の主成分のタンパク質、さまざまな化学反応を自分の思い通りに進めようという素晴らしい装置、酵素です。酵素の主成分のタンパク質、これ全部タンパク質ね。ね、一口にタンパク質といってもめちゃめちゃ種類があるのね。で、我々の体の設計図 DNA からこのタンパク質がどのようにできるんでしょうか、ね、設計図がどう読み取られてどのように体が作られるんでしょうかって話が遺伝情報の発現って言って、僕らがよく言う遺伝子っていうのは、例えばこれ、膵臓の細胞の話でしょうか。膵臓の細胞、ね、膵臓の細胞からはね、インスリンが分泌されるよ。ね、膵臓の細胞でしょうか。で、長い長い DNA が設計図がある中で、僕らってもう全然この DNA 使ってないんですよ。使うところはほんの一部しかないのね。ここ使う、ここ全部使わない、ここ使う、ここ全部使わない、ここ使うみたいに点々としかね、我々で言うとほんの数パーセントしか DNA 使ってないんですよ。えって、でここらいらないんですかって、いらないとされているね、一般に。今なお研究中です。本当にここはいらないのかどうか研究中だけど、ほとんど使ってないんですよ、とりあえず。使ってない。で、唯一使ってるようなところ、ね、唯一使うようなところ、ね、意味があるようなところ、あとは全然意味がないとされてるんだけど、あの研究中だよ。ね、意味がありそうなところ、ね、意味がありそうなところを僕らは遺伝子って呼んでるんです。僕らの持ってる設計図の中で、なんか、あ、ここの部分は意味がありそうだなって場所を遺伝子って呼んでるんです。で、膵臓の細胞は、一応ね、全部の細胞は全部の遺伝子持ってます。膵臓の細胞も、ヘモグロビン遺伝子、インスリン遺伝子、クリスタリン遺伝子、ネズゴビン遺伝子、アクチン遺伝子、ミオシン遺伝子、で、さまざまな酵素の遺伝子を全部持ってます。だけど、例えば膵臓の細胞では、クリスタリン遺伝子は、持ってるけど、使ってないよね。持ってるけど、スイッチがオフになってるんですよ。膵臓の細胞が膵臓の細胞の中で実際に働いているのはインスリンの遺伝子。この一番上の遺伝子をインスリンの遺伝子ですか？インスリンの遺伝子。インスリンの遺伝子がどう働くかっていうと、まずインスリンの遺伝子のところの二重らせんがほぐれて、インスリンところの二重らせんがほぐれて、ここに RNA が作られるね。そしてこの RNA は核の外に出て、ね、ちょっとね、勉強をね、しっかり復習してる人はね、ここにスプライシング、ね、途中にスプライシングが働くなって思っていただいて、で外に出てメッセンジャー RNA がそうですね。これが DNA の写し、コピーです、ね。DNA のコピーを取る作業を転写って言いますよ。転写。ここで行われるのが転写ね。転写。DNA の写しを取るのが転写。コピーって言いながらね、転写。転写。そして、このできたメッセンジャー DNA に
リボソームが取り付いてタンパク質を作っていく、ね、アミノ酸をつなげてタンパク質を作っていく、そしてインスリンと呼ばれるタンパク質ができるわけです、ね、インスリンと呼ばれるタンパク質ができるわけです。この作業を翻訳っていうよ。あの細胞あちこちに転がってるアミノ酸を材料にしてリボソームがこのアミノ酸をつなぎ合わせてタンパク質を作るわけ、ね、これがタンパク質、アミノ酸がつながったものがタンパク質、ね、1個がアミノ酸、これ1個がアミノ酸、これが遺伝情報の発現です。膵臓の細胞ではインスリン電子からインスリンが作られるっていう流れです、ね、このことを、ね、しっかり、流れをマスターしておきましょう、ね、あのスプライシングにも選択的スプライシングで興味深い仕組みがありますしね、あのいろんな興味深いことはまた、ね、この後教科書で復習してください、ね、これが全体的な遺伝情報の発現の概要でした。